1キロ2キロでももうすごく違います。後ろ、後ろ、後ろにかけるとすごく答えます。デッドリーなんかこんな後ろに重心かけてないです。武豊君も若い時見てください。頭低くて腰高い高い。1キロの負担を 0.5 ぐらいに抑えられる。逆に57、58に負担を与えちゃうっていう乗り方は間違いなくありますよ。僕乗ったからわかるんですよ。結構前々から疑問に感じてたことがあるんですけど、はいはい、そもそも筋量って走ってる馬は当然数字がわからないわけなので、はい、自分が何キロとか当然わからないで走ってるじゃないですか、はい、で実はこの出走表に書いてある筋量っていうのは、うん、人間の先入観が多分に働いていて、その先入観によって支配されてしまってるんじゃないかなっていうふうに思ったことがあるんですけども、まあでもそれはね、馬はね、はい、背中にまあジョッキーが乗ったら、はい、間違いなく、あ、重い、あ、軽いっていうのはもうすぐ分かりますよ。あ、1キロでもやっぱり、まあ、全然分かりますか。はい、走ったら余計に、はい、止まってるところにポンと乗したらそうでもないんですけどね。乗っても波足でも早足でも駆け足でも周歩でも早く走らせれば走らせるほど筋量っていうのはすごく敏感ですよね。サラブレッドはやっぱり作りですし、馬体も、はい、まあ、言えば万円競馬で使ってる、はい、の馬に1キロや2キロの背中乗せてもそんなにサラブレッドが感じるほど極端には感じないでしょうけど、やっぱりサラブレッドの体型ね、また要求される能力からしたら1キロ2キロでももうすごく違います。特にね、重くなってから、重くなってからはね、そうね、57から58から上だと特に答えるかな。まあ日本のサラブレッド、なぜかというと背負い慣れてないから。はい、伊藤健一さん、はい、ありがとうございます。伊藤さん、はい、騎手の乗り方によって馬への負担はかなり違いますか？ファンタスティックです。伊藤健一さん、すごいところに目をつけましたね。だが僕はね、いつもね、騎士、乗り方を言うんですけど、重心と馬のね、僕はもう視点って言ってるんですけど、重心をうまく馬が走ってる時に若干ね、後ろ、後ろ、後ろにかけるとすごく答えます。走りやすいようにちょっと前めに馬を引っ張る時でもそうなんですよ。皆さん、もう簡単に言えば、ランドセルを背負って、ランドセルが肩からずれて、後ろにずれてるのにずーっと、重そうに歩いてる、ずらして歩いてる小学生とかをご覧になったことがあると思うんですけど、僕は特にね、そういう目で見てしまうのが、この子にもうちょっとランドセルの紐をちょっと短くして、もっとキュッとして、ちょっと前がかりにしてあげたら、この子もっと登校するときに通学が 楽なのになって思って見ることがあるんですけど、もうそんな感じです。分かりやすく言えば。ですからここにあって、これが大馬さんだとの視点だとして、ここが重心あって、こうする、こっちが後ろですよね、こちらが前で、こうするとね、やっぱりこっちにかかるじゃないですか。で、こうすると、前行き過ぎてもダメなんですけど、うまく勝ってる騎手の道中の姿勢っていうのは頭が低くてお尻が上がってると思うんですよ、こういう感じで。だから僕は折り合いをよく、ダメだダメだっていうのは、折り合いを書くと馬を引っ張るとどうしても上体が上がるっていうことは、重心も後ろにかかるっていうことは、重いものを背負いながら走らなきゃいけないんですよ。皆さんね、ヨーロッパなんかの競馬はね、ヨーロッパの人って上体を起こしていつもこんなになってるのは違います。上手に乗ってる人は道中ね、例えば先日の凱旋門賞でも、勝ち馬のジョッキーずっと後ろにこんな上体を起こしてましたが、ちゃんと門騎して取ってますよね。そこから引いて、重い馬場だから引くときにはいくらか状態が起きるか分かんないですけど、それは負担になってなくて、ぎゅっと弓矢でいう絞る感じでまた前に戻してやる。ですから皆さん、ヨーロッパのジョッキーとかはこんなになってるんじゃないかと、それは下手なジョッキーなんですよ。デッドリーなんかこんな後ろに重心かけてないですよ。だからヨーロッパはあれで動いてるじゃないかって言うけど、それは下手なやつでも、下手なジョッキーでも馬が強かったらこんなことをやってても動きますけど、道中はね、やっぱりね、ちょっと重心を考えてやって、後ろに重心をかけないで、そうするとさっきの、ごめんなさい、話が長くなって、1キロの負担をもう 0.5 ぐらいに抑えられる。だから57を 56.5 ぐらいに抑えられる、56に抑えられる、逆に57を58に負担を与えちゃうっていう乗り方は間違いなくありますよ。僕乗ったからわかるんですよ。自分もそういうミスをしてるから、ミスをしてるっていうか、試してるから。
まず試すくん、ジョッキもね、だからね、早くいいものを見つけようと思ったら、両極端にやってみることですよ。皆さんでも日常生活でも、どういうふうにまあお仕事でもうまくいくかな、うまくいかないかなっていう時は、いつもベストを確かに目指すんですけど、思い切って両極端なことをやったら、悪いことといいことがよくわかるんですよ。馬乗りもそうですよ。はい。武豊くんの、まあ今も前世紀ですけど、若い時を見てください。頭低くて腰高い高い。はい。あの道中の姿勢とか、のりちゃんなんかでも今でも綺麗に、だから僕がいつも上げてる若手のジョッキーは重心をちゃんと考えて、この子たちは伸びるよって言って、僕が伸びるって言った子は全員伸びますから、それは間違いない。皆さん覚えておいてください、はい、そうするとあれですね、出走表見て馬券買う立場としては、はい、ジョッキー乗り方一つで筋量の 0.5 ぐらいは逆転、逆転もう1キロでも 1.5 ぐらいまで全然あの行きます。なるほど、はい、来年からですよね、はい、筋量変わるのね、はい、23年1月から、はい、まあ、馬はしんどいですよね。そうですよね、はい、馬はやっぱり1キロでも、それはもう1キロでももう 500g でも軽い方がいいですよ。ジョッキーはまあその分楽になる、なりますけど、ジョッキーの減量の負担が減るということですね、はい、でもね、ジョッキーの、まあ、1キロね、正直言って皆さんね、ジョッキー1キロ負担が減ってジョッキー助かったかなって思う、まあそれはもうもちろん助かる、ジョッキーその分1キロすごい楽なんですけどね、もう1年も経ったら結局一緒ですよね、ジョッキー。 あなるほど、要はそこの体重に慣れてしまうと、そう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 ですよね。皆さんね、あの、いや、それは楽ですよ。まあ楽なんですけど、その体重になれたらやっぱりね、肉もつくし、まあこれはまあ私の経験なんですけど、私49キロから、まあハンデは別として、3キロ減量から始まって49キロ、50キロ、52キロって、私の時は52キロが最低重量だったんですよ。3キロ減だったんで、スタートしたとか49キロ。で、あ、50キロになったなって。で、次1キロになったら、で、減量がなくなって、で、52キロになって、まあ、私はあんまり減量きつく、全然ほとんど減量きつくなかったんですけど、周りの減量のきつい人が52キロから53キロになったなって、楽になったはってみんな喜んだんですけど、もう1年もしたら同じだけ減量しなきゃいけない。なるほど。そういうもん、人間ってね、やっぱりね、そういうもんなんですよ。少しはそれでも違うだろう。確かに違いますけど、あんまりね、1年ぐらい経ったらね、やっぱりね、その分肉もついて、それなりの馬力。まあ、1キロ増えたら1キロ筋肉も増やして、体も良くなるんで、それでも楽ですけどね。ただ、馬はしんどい。やっぱり、特に2歳の牝馬なんて、やっぱり軽い方がいいですけど、まあでも、人間の健康の方が大事ですからね。そうですね。まあ、その辺の、あの、お馬さんも大事、人間も大事で難しいですね。もうちょっと余談になりましたけど。はい。はい、あと、まあ、今更ですけど、やっぱ女性のジョッキーの2キロ減とか3キロ減っていうのは、乗ってる方としては、もう相当違う。それはもう、大きいですよ。何もしないで、ポンと50キロの人と53キロをポンと乗せたら、それはもう50キロの方が馬は楽ですよ。それはもうすごく、有利な材料ですよね。だから同じ腕があったら軽い方がもういいに決まってるんですから。そうですよね。はい。そこら辺の見極め ですよね。腕が100あって50、55。腕がちょっと落ちるけど53とかだったら、さあどうしようかって。まあそれも馬券の妙味というか。うん、はい。すいません。いろいろちょっと話が。先ほどチャットで、だから空馬は走るのかっていうようなまあ、ね、コメントもありました、ね。そうです。空馬で普通に回ってくればもう言うことないですよね。